さんこんにちは、おちょさんです。今日は私のチャンネルでは珍しく愛車紹介ということでやっていきたいと思います。今日ご紹介する車、めちゃめちゃビッグな車をお呼びしております。こちらです。じゃじゃーん、 R35 ですよ皆さん。もうね、私はですね、この車にね乗るのがね、夢の一つではありますよ。本当にね、めちゃめちゃかっこよくないですか。で、この車のオーナーさんなんですけれども、またまたすごい人お呼びしております。お願いします。どうも皆さんこんにちは。じゃじゃーん、どうも久々だね。久々です、はい、久しぶりです。よろしくお願いします、はい、ということでですね、はい、プロレーシングドライバーの平手浩平さんの愛車になります、はい、皆さんよろしくお願いします。じゃあ今日はですね、はい、平手さんの愛車のこの R35、はい、MY08 電気型、はい、こちらの方ですね、はい、いろいろと外装内装をご紹介していただいてもよろしいですか。わかりました。よろしくお願いします。じゃあ早速ちょっと気になったポイントからちょっと質問していきたいんですけれども、はい、うん、何でしょう。まずちょっとヘッドライト、はい、めちゃめちゃかっこいいですよね。そう、ヘッドライトね、これ、はい、後期仕様のね、この稲妻型これ入れてるんですけど、そう、ここになんかこうラインが入ってて、この稲妻の ね、ここ、はい、皆さん見えます、これです。そう、これ実際その前期型ってこの稲妻が入ってないんですよ、はいはいはい、で、まあ、後期のヘッドライトとかに、まあ、変えればこのヘッドライトに、ね、稲妻になるんで、本当はね、純正のヘッドライト入れたかったんですけど、うん、純正のヘッドライト高いんですよ。あ、そうです、セットで50ぐらいするんですよね。桁が違う。そう、あとは僕はその純正だとここの稲妻の光量がちょっと弱いんで、あえて社外の78ワークスっていうところの社外のあのヘッドライト入れてるんですよ。あ、こちらですね。そうすると、ここの稲妻はね、すごい明るいんですよ。今ちょっとつけましょうか。あ、お願いします。いきますよ。おお、あ、こう白くね、こう光ってくれるんですね。 ね、はい、うわかっこいいですね。あとでね、あっちに止まってる純正のヘッドライトつけてもらうと分かると思うけど、ね、はい、並べると全然違うよ。じゃあちょっと比べさせてください、はい、ありがとうございます。ちゃんと牽引フックもついていて、そう、これも一応サーキット僕行かないんだけど、一応やる気仕様で。あ、この車両ではサーキットはサーキットはね、走らない。あ、なるほど、じゃあもう日常用の、はい、日常用の、はい、なるほどです。まあでもついてるとやっぱちょっとワンポイントでこう、ね、アクセスになるんで、走ってる人だなっていうのが ね、りますよね。分かりますね。だからここのなんか、はい、ね、このね、ここのね、グリルも違うんですよ。本当はここ白いんですけど、これ全部上からカーボン調の、ラッピングで。これラッピングされてるんですか。そう、本当はここね、グレーの、何にもないグレーの色なんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっとこうカーボンで統一しようと思って、こことここ、まあ、ここもつなぎで貼ってもらってって感じにしてますね。本当だ、はい、ちょっとね、貼ってある感じが。そうですね、貼ってある、もうちょっとだって浮いてきちゃったんですけど、なんかちょっとニスモっぽいような。そうなんですよ、で、この赤いラインをね、ニスモっぽく入れたんですけど、この赤いラインはね、ラインテープは実はオートバックス行って、はい、普通にラインテープ買ってきて、ちょうどね、コロナ禍でやることなくて、はいはいはい、娘と二人で、はい、そっち持ってって言って、いいって貼って、そう、娘と二人でこれ貼ったんですよ、実は。そうなんです。すごい。それはね、僕の YouTube の方に載ってるんで、ぜひ見てください。あ、じゃあもう概要欄に貼っときます、ね。はい、ありがとうございます。これじゃあもう完全に、はい、ご自身で貼られた DIY なんですね。DIY DIY カスタム。はい、すごいですね、はい。なんか結構、はい、ね、お任せするのかなって思ったんですけど、やっぱり車好きはですから、自分の車は自分で、そうなんです、人と被るのが嫌なんで。わかります、その気持ちはすごい。ちょっとでも何か違うワンポイントをつけて、人と違う車を作るみたいな。いやもうね、車好きの人多分今みんなね、うん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 ってですよね、皆さんね、はい、そう、まあそれで、まあ、あと外装でね、パッと見なんかちょっと違うなっていうのは、まあ、この辺のサイドステップなんかは、これ純正の、はい、20年モデルの、まあ、形状の、まあ、これだから純正パーツなんですけど、はいはい、純正、これ前期だとここがね、まっすぐフラットでペタッとしてて、何にもこう起伏がないんですよ。そうなんですか。なんですけど、中期以降がちょっとバンパーの形状がいろいろ変わってきて、で、まあ、後期だとこの辺がね、もうちょっとこう出っ張りがあったりとかしてて、こうグイってなってますね。グイッとこう、はい、ちょっと形状がね、かっこよくなったんで。いいですね、このライン。これも純正なんで、パコって外して取り付けてっていうのをやって、で、まあ、その上から同じようにカーボン貼って、ラインテープ貼ってみたいな。レーシーでいいですね。めちゃめちゃレーシーでいいですね。そうなんですよ。いや、あとちょっとものすごく気になるところ、はい、何です、気になるところ。ホイール、これね、はい、ホイール何ですか、これかっこよくないですか。レイズだって、レイズですけども、レイズの 57FX オーバーシーモデルって言って、これ見たことないですね、はい、これね、日本で1本しかないんですよ。え、1本。1本、いやめっちゃプレミアじゃないですか。そうで、57FXZ って、はい、他にもいろんなカラーあるんですよ、はいはいはい、カラーもあるし、サイズもあるんですけど、はい、僕のこのオーバーシーモデルって、もともと海外専売用で、海
外。そうなんで、あのフロント見てもらうと分かるんですけど、はい、まあ、今ちょっとハンドル切っちゃってるんであれなんですけど、はい、実際あの純正のこれバンパーがもうニスモの N アタック仕様のバンパーついてるんで、左右で1ミリぐらい出てるんですよね。あ、そうなんですか。出た状態で上から見ると、はいはい、もうギリギリなんですよ。あ、つらそう、つらつらなんですよ。つらつらで、だからこれが純正のバンパーでこのホイールを履いちゃうと、はい、あの日本だとちょっとやっぱ法規的に引っかかっちゃうんですよ。だから多分もともと海外専用のモデルとしてあの売る予定だったホイールを僕はわざわざレイズさんにお願いして、このホイールどうしてもかっこいいからこの色といい、ちょっと僕だけにお願い、あの1本取り置きしておいてくださいって言ったら、そうなんですね、じゃあ平手くんのために1本あの送る中から1セット用意しとくよって言われての1本なんです。なるほど。あ、じゃああの車幅自体も純正よりちょっとワイド、はい、純正よりワイドですね、遠ミリワイドになってますね。なるほどなるほど、はい、そっか、だからちょっと大きいように感じる。これ前から見てもらったんですけど、ここ純正のラインで、でこの N アタックのバンパーつけるとちょっとこの本当だ出てるじゃないですか。本当だ本当 だ左右で多分遠ミリぐらい、コンマ5ミリコンマ5ミリ、あ、コンマ5ミリというか5ミリ5ミリずつ出てるような。なるほど。この分だけちょっとワイドになってるかなと。若干ね、あの、うん、見えますか皆さん、若干ここね、あのこっちに広がってるのが見えると思います。そうか、そうしないとね、ダメですもんね、日本だとね、法律的に。そうなんですよ。いや、かっこいい。まあ、でもこのニスモのね、この N アタックのこのバンパーもね、この空力考えてあってかっこいいですよね。この空力考えられたシュッのいいですね。ね、はい、これローターとかパッドなんか足回り変えられてます？はい、足が、はい、あのブリッツさんの、あ、ブリッツ、はい、はい、ダブル、ダンパー WZ。RDSC プラスっていう中で、はい、あの減衰力前後調整できるやつ入ってて、はいはいはい、だから乗りながらちょっとね、リアだと見やすいかもしれないですけどね、うん、中で減衰を調整できるんですよ。あ、 GTR3 号ってフロントはあの減衰調整ボンネット開ければできるんですけど、はいはい、リアがなんとアクセスできないんですよ。あ、そうなんですか。シートを取っ払わないとその減衰調整ができないので、でそのブリッツさんがその中で前後調整できるように電子で制御で、あ、っていうのがね、まああとここで見せますけど、いや、やこしい、ここに、あ、それですね、あ、本当だ、ここにね、まあちょっとエンジンかけるとあれですけど、これ今減衰のこの数字が出てるんですけど、はい、これ32段階あって、これ32が一番柔らかい仕様なんですよ。でこれでまあこうやって変えていくと、これ1が一番硬くて、で基本的にはこのオートってやっふうにしておくと、はい、まあ、走りながらそのコンピューターの方で適正なその減衰調整してくれるんですよ。だけどまあ普段は僕街乗り柔らかいので乗りたいんで、基本的には32で乗ってるんですけど、なるほど、そうなんですね。これがあると、まあ、やっぱ前期って基本的に足回りが硬いんで、一番仕様的には硬いんで、そう、まあ、あのコンフォータブルに乗りたいということで、あのブリッツの社長にお願いしたら、あのその足じゃあ入れてあげるよって言って話で、おー、素晴らしい。そうですね、街乗りってなるとね、ちょっとねコンフォータブルに乗りたいじゃないですか。でご家族も多分乗られますよね。もちろんもちろん、もう子供の迎えもこれで行くんで。そうですよね、目立つな、それは目立つな。だって幼稚園とかで学校とかに ねブーンって3号来たら、なんか私だったらおーってなっちゃいますねそうなんで、足回りをそれで柔らかくしたりとかね、調整できるものにしてて、で、ローターは、ローターパッドは僕はあのプロミューさん、プロジェクトミューさんお世話になってて、はい、そうですね、プロジェクトミューさんにまあ常にあの入れてもらってて、まあ、これあの一番ダストが出ない、あ、低ダスト、低ダストのパッドになってるんで、もうほんとホイールもあんま汚れないですよね。そうですよね、全然、うん、そう、全然汚れが、まあこれもう洗ってないんで1ヶ月ぐらいあれですけど、まあでも全然ダストが出ないですもんね。うん、すごいです。そうですね、まあだから用途によってですもんね。効くパッドを入れればブレーキが良くなるっていう考えっておかしいと思ってて、どっちかっていうとそのブレーキってやっぱそのコントロールしなきゃいけないので、タイヤの潰れとかその車の挙動っていうのを、だからお、なんで踏み始めのタッチでガンって効くよりかは奥で効くようなパッドがいいなっていう。なるほど。結構だから初動ですごいドカンって効くパッドもあるんですけど、そうすると初期のタッチがすごい難しくなる、シビアになっちゃうんですね。だったら初期のタッチよりも奥でこうコントロールできるそのパッドとローターのセットを選んだ方が僕はいいんじゃないかなと思って。いや、それはすごい勉強になりました、はい、なんかやっぱりどうしても私も全然サーキットとか、うん、あの走行会ぐらいしか行ったことない、はい、超ド初心者なんですけど、やっぱり効くパッド効くローターっていうイメージで、結構踏んだらガツンって効くっていうのがあのいいっていう風に、ね、そうなんとなく思ってたんですけど、うん、やっぱこう突き詰めていくと、あのそこにコントロールの幅がないと、やっぱその路面のコンディションがドライだったらいいけど、こうウェットで雨だと、その一つが
ロックしちゃって、ね、命取りになっちゃう可能性もあるんで。なるほど。僕はどっちかというと聞きよりはコントロール性を重視したパッドを選びますよ、ね。なるほど、はい、そうなんです。皆さん、サーキット行ってる皆さん、今すごくね勉強になることを平田さんおっしゃってくれたんで、もうねかなり、まあ、参考にしてもらえばね、そう、好みなんでこれはね、はい、そうですね、ですね。いやータイヤがかっこいいな。そう、これもねアドバンさんから、まあ、A052 っていう一番そのストリートでグリップする、はい、まあ、タイヤなんですけど、いただいてて、これは、でこのねロゴがねまたかっこいいですよね、うん、これとこのね、はい、赤のラインとこのレーシーにね、はい、カスタムされてるのまた合いますね。マッチしますよね、このボディの色とこのアドバンのホワイトレタッチと、はい、そうなんですよ。なんかあんまりこう主張しすぎてないけど、はい、こうねちゃんとこうマッチしてるっていう、まあ、そうですよね。いやうわマフラー、マフラーもでかいですよね。マフラーでかい、はい、あ、しかもなんかちょっと見えますね、はい、あ、マフラーのね、ここね、チタンね、いいなこれ。マフラーはアミューズさんの R1 チタンっていう一番軽い、はい、いいチタンマフラーになりますね。でかいなこのマフラー拳入っちゃうからね、拳2個、私だったら2個ぐらい入っちゃう、2個ぐらい入っちゃう2個はちょっと無理だったわあれ、これオリジナルですか。そうです、これライジング K っていう僕 の、 ブランドのエンブレムですね。うわ、はい、パッと見た目ね、前期には見えないようにしてるのが僕のこだわりポイントですかね。いいですね、はい、僕はあんまりこの純正の感じをそがしたくないんで、あまり派手なこうエアロっていうのはつけないように心がけてるんですよね。いやもうその気持ちすっごいわかります。あ、本当ですか。なんか車内も見ます。あ、見ていいですか。ちょっと軽くいいですか。じゃあ、おとさんにはせっかくだから運転席に乗ってもらおうかな。え、いいですか。どうぞどうぞ。いいですか、じゃあちょっと、じゃあこっちからもうちょっと覗いちゃってください。じゃあお邪魔します。どうぞ乗ってください。ああいいな、シートもしっくりくるな。これでも純正のシートなんであれですけど、まあ、この辺のねインパネ系はちょっとカーボンをちょっと意識して、ね、これすごいですね、はい、まあ、これも全部上から貼ってあるだけなんですけど、ステアリングの周りも。おあ、やっぱここがレザーとかだと高級感あるな。そうですね、すごい高級感ある。あ、ここもですか。そこも貼ったんですよ、そのエアコンの吹き出し口ね。細かい細かい全部貼ってある、はい、うわすごい。ごめんなさい、これはアマゾンで本当数千円の商品なんで全然すごい高いわけじゃないですなんか平手さんのイメージだと、はい、なんかアマゾンで1000円の買い物するんですね。いや、します、全然しちゃいます、全然しちゃいますよ。あ、これいいなと思ったら買っちゃうんですよ。あ、本当ですか。うわ、なんかちょっと親近感湧いちゃう、親近感湧いちゃう、すごい嬉しい。そうだからなんか皆さんと同じような感覚で僕も車をチューニングしてて、まあ、ドレスアップしてってる感じなんで、多分皆さん見てる皆さん、おそうなんだみたいな、あ、俺もよく買うみたいな感じで多分思ってくれてると思うんですけど、ね、正直やっぱねプロレーサーの方だと、はい、やっぱりこうね存在がやっぱ遠い風にやっぱ思っちゃいがちですよね、はいはいはい、やっぱ車のいじりとかもやっぱいっぱい金かけてるなみたいな感じはするんですけ ど、 僕はどっちかって、なんかこういうところにね、なんか細かいところにやっぱね、はい、Amazon でこれいいと思ったから買っちゃったとかっていうのがね、なんかすごい本当に親近感が湧きますね。ちなみにこれスタートボタンってどこにあるか分かりますよ。え、エンジンのスタートボタン、だいたいここら辺にありますよね。実はね、ここなんですよ。これ？それね、はい、僕のロゴあるじゃないですか、ライジングで。それ違うんですよ。それパカッて下から開けてください。いや、そう。あこれ。その下も、はい。これ押しちゃいけないボタンじゃないですか。ちょっと押しちゃいけないボタン風ですよね。これ押しちゃダメなやつじゃないですか、これ。なんか爆弾のスイッチみたいになってる。すごい、なんか隠されてますね。隠されてて、これもワンポイントでいいかなと思って、いいですね、はい、なんかどこみたいな、この車エンジンどこ、エンジンスイッチどこみたいな感じで、いや、はい、ここだよみたいな、ね、そう、これだからアマゾン製です。あ、これもあれか、社外品で、そう、社外品で売ってて、ね、もうこれロゴはそのメーカーに送るともう印字して送ってきてくれるんですよ。はい、そうなんだ。そうだから、まあ、オリジナル感あっていいかなと思って。あ、そうですね、これね、車で遊ぼうのね、はい、車で遊ぼうラバーマット、はい、いいですね。これも僕のスポンサー の、 ライザーさんってところが、はい、ラバットっていう商品を、まあ、いろんなメーカー の、 こういうマット出してて、はい、まあ、車で遊ぼうバージョンも作ってもらえたんで、はい、僕 の、 ホームページの方で売ってますんで、ぜひよかったら買ってください。ちょうどね、この GTR と3号のね、このサイズにぴったりなんですよ。サイズがぴったりなんですよ。これ iPhone の、ね、13の Pro Max なんですけど、ちょうど置いて、まあ、ちょうどいいぐらいの大きさになるんで、
はい、もしよかったらうわー、いいですね、いいですねこれ、はい、そうラバーマット必要ですよね。なんかね、ここら辺に置いとくとね、ブレーキかけた時にガシャンっていっちゃったりとかね、行っちゃったりとかしますし、私の父も元三人乗りだったんですけど、その後ベンツを買ったらしくて、はい、未だに後悔してます。あの時3、4買えばよかった。そうだったんだ。でもタイムスリップしてあの時代に戻れるなら3、4変えようってこうね、あの時の自分に耳打ちしたいって未だに言ってます。もうね、本当に値段がね今ね、本当にね高いよね。そうだから僕もね、僕3、4 GTR ってものに最初に、まあ乗用車に憧れを持ったのがその3、4 GTR では初めてだったんですよ。でもまあ自分がね進んだ道がトヨタ系の道だったんで、やっぱプライベートで乗る車ね、トヨタ車でずっと来てたんですけど、ね、もう今タイミングね、逃しちゃったらもう今値段がすごいじゃないですか。いやもう本当に、だから本当あの時にね、もうこっそりでもいいから買っときゃよかったなってすごい思いますね。本当にね、もう皆さん多分ね、これもまたうんうんって言ってると思いますけど、ね、いやもうひょっとしたらおちょさんのね番組の中で、わこれ34持ってる、いや平田さんに乗ってもらいたいなっていう人がいたら、ぜひ平田さんお待ちしておりますので、はい、ツイッターの DM まで、はい、よろしくお願いします。あとごめんなさい、1点ちょっと気になったの、はい、これ屋根って純正でこれでしたっけ、はい、あ違うんですよ。だから屋根もこれさっきのサイドステップとフロントと同じようにこれ、はい、上から貼ってるんですよ。これもラッピングされてるんですね。ラッピングしてるんですよ。あそうなんですね、はい、いやーやっぱルーフがカーボンだと雰囲気やっぱ変わりますよね。変わりますよね。で特にこの GTR とかだとやっぱ、はい、ルーフがカーボンだともう合うんですよね。やっぱスポーツカーっていうと何かとやっぱカーボンがちょっとでも入ってると、そうなんですよ、うんって雰囲気変わりますしね。そうなんですよ。いやいや、ね、やりすぎない程度にちょっとドレスアップ。だから本当はボンネットもどうしようか悩んだんだけど、ボンネットまで行っちゃうとちょっと若いかなと思って。あ、なるほど。昔僕アルテッツァ乗ってた時に、はい、まあ、同じ白のボディで天井もこうカーボンにして、サイドステップも全部カーボンして、ボンネットをカーボンっていうか、まあ黒にするか悩んで一回やったんだけど、やっぱ戻しましたよ。ああそうなんですね。ちょっと年齢的にも若い時だったらできたけどって感じで、そうまあでもそれもね、人好みそれぞれなんで。車にすごい愛着あるの。そうなんですよ。もう大切にずっと乗りたいなって思うんで、うん、やっぱ本当まあね、いきなりこう完成させちゃうと楽しみなくなるんで、はい、これから先もちょっとずつなんか自分でドレスアップじゃないけど楽しんでいこうかなと思ってますね。ありがとうございます。はい。はい、はい、じゃあ愛車紹介ありがとうございました。いえいえ。いやもうね、車いじりのセンスがもうね、うん、チョイスが絶妙で、絶妙、もう本当にね、私の好みのいじり方をされていたので、ちょっとね、話しながら盛り上がっちゃいましたね。なんかやっぱり同じ感じの感覚で、あ私もこういうの好きですって言ってもらえてて、あ自分こうやっていじってきてよかったなって思いながら今回ってました。本当ですか、うん、嬉しいです。そう、YouTube だといろんな人が見るので、うん、多分普段関わってる人以上にネットでね、はい、いろんな人が見るので、多分コメントとかで、いや私もこのいじり方好きですって人たくさん出てくると思うんで、嬉しいです ね、コメントいっぱいください。はい、コメントいっぱいお願いします、はい、お願いします。はい、ということで今日はですね、平手浩平選手の愛車 R35 をご紹介させていただきました。で今日はですね、平手さんと、こんな感じで撮影してるんですけど、はい、平手さんも YouTube の方ね、はい、そうなんですよ、YouTube やりながらレースやってます。逆だ、逆レースやりながら YouTube やってます。僕も YouTube チャンネルやってますんで、はい、ぜひ、はい、ご覧ください。よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。はい、ということで今日は、平手さんの愛車をご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。